世界の航空母艦上段左から2番目が、遼寧中国の空母建造計画とは中華、人民共和国で進められている航空母艦建造の計画である。2021年現在、遼寧と3頭の2隻の空母が収益1隻が建造中である。他にも2隻が建造、または計画中とされ、これらは原子力空母となる可能性もあるとされる。 中国空母の父と言われる竜火星1982年、当昌平の指示で、海軍司令官の劉火星は、中国海軍の近代化計画を打ち出した。後に、中国海軍の父、中国空母の父と呼ばれる劉は、第一列島戦第二列島戦からなる近海、海洋進出を提唱し、航空母艦の必要性を一貫して主張した。また、竜は、 海軍建設の計画を次の通り転承した。中国の空母保有計画は大まかに3度、立案されている中国は1980年代から空母の技術を研究するため、中古及び建造途中の空母を計4隻購入している。退役後中国に売却された空母メルボルに左が第1列島線、右が第2列島線中国は建国以来。 陸軍重視の軍備拡張を行っており、海軍の戦力は1990年代に入っても貧弱であり、また旧式化した艦艇が多くを占めた。1996に発生した第3次台湾海峡危機では中国は第二砲兵部隊のミサイルで台湾とアメリカ合衆国を牽制した。これに対しアメリカ海軍はインディペンデンス。 ニミッツからなる空母戦闘軍を派遣。中国はアメリカとの軍事力の差を見せつけられた。この事件を機に、上述した竜が唱えた軍の近代化、空母取得の重要性が改めて見直され、中国は海軍重視へ方向転換を余儀なくされた。また、沿岸防御から第一列島線まで正海権を確保する近海防御へ戦略を転換し、 竜の列島戦戦略をベースとして新たな軍事、戦略、接近阻止、領域拒否が策定された。2000年代に入り、改革開放政策で、経済が飛躍的に成長すると、中国はそれまで停滞していた軍の装備の近代化を積極的に行った。特に海軍艦艇の更新は、昇級、新級などの新たな原子力潜水艦の建造、また、 防空能力を飛躍的に高めた中華イージスとも呼ばれる例後に C 型駆逐艦の開発など飛躍的に進歩した。2010年中国の GDP は日本を越しアメリカに次ぎ世界第2位となった。急激な経済成長により中国は石油などの資源の確保と貿易におけるシレーンの確保が重要な課題となり 南沙諸島の埋め立てを行い、海洋進出を果たした。こうした中で、中国は、領土の主権や、海洋権益確保に迫られ、2012年に、収益した、領内に続き、今後も、国産空母を建造し、政海権及び政空権の確保、そして、司令ン防衛のための拡大を目指すとみられる。001型航空母艦、領内。中国が、 初めて保有した空母。大連に開港されたバリアーグ中国は1998年にウクライナから購入した未完成の空母バリアーグを諸問題から4年の歳月をかけ2002年ようやく大連港へ運び入れた。当時2000万ドルで売却されたバリアーグはエンジンなどの主要機関を解体され外観こそ航空母艦であったが船としては スクラップでしかないと推測されており、会場カジノとして使用する予定とされていた。しかし、実際はウクライナが他国にスクラップとして提示した、価格400万から450万ドルに対して4倍も高い金額であり、他の艦へのパーツ取りで取り外されたり、切断された配管、配線はあれど、主機関はそのままに残されていたことが後に分かった。 大連港で数年間経流、各種空母の研究や船体構造の調査が行われ、船体が運用に十分耐えられる構造と強度を保っているとの判断が下り、建造が再開されることになる。2005年に大連船舶重工集団の監督に搬入、付着したサビや海洋生物を落として、中国海軍仕様に塗装された。2006年には飛行艦班に、 滑り止め材が塗られるなどの修復工事が行われた。日本の防衛省は当初、防衛白書にて空母保有のための技術研究開発を進めていると見ていた。その後、中国国防省は空母を建造中であることを2011年7月27日に公式発表。同年8月から試験公開を実施した。2012年9月25日。 中国の空母は大連港を出港、事実上収益したと中国メディアが伝えた。また、この中国海軍初の空母の名前は、再建作りが行われた遼寧省大連市にちなみ、遼寧と命名された。収益はしたものの、欧米やロシアの専門家の評価は低く、関西機の初着艦には数年かかるなど、当面の間は、 脅威とはならないとの見方が報じられていた。高校中の両年収益後の初出港は2012年10月12日に行われ、訓練目的の公開で J-15 によるタッチゴーなどが行われた。11月には J-15 の艦上発着艦訓練が行われ、映像も公開された。以降は、牧界、公開での艦載機の訓練が続き、 2013年月には、初めて J-15 のパイロットのが空母パイロット資格認証を取得した。2016年12月、中国メディアは、空母、遼寧の艦隊が、渤海で、初の実弾演習を実施したと伝えた。さらに防衛省は、遼寧が艦隊を組み、東、シナ海中部の海域を投進しているのを確認。本県では、両姉、 零 52D 型駆逐艦1隻、零 52C 型駆逐艦2隻、零 54A 型ミサイルフリーゲート2隻、零56型コルベット1隻、903型補給艦1隻の計8隻による艦隊行動が初めて確認され、西太平洋で概要公開を行った最初の事案となった艦隊は年が明けた2017年1月1日より南シナ海で J-15 の発着艦訓練を開始。同海域で発着艦は初めてであり、海外が中国報道を介さずに J-15 が遼寧から発艦、着艦しているところを初めて確認した。また、海南島に向かう遼寧を長距離監視していた日本、アメリカ、台湾の P-3C により、ほぼ30ノットで長時間航行可能なことも確認される。 7月8日には、返還20年を迎えた香港に入港、飛行艦板や格納庫が一般公開されている。2018年4月、再び艦隊を組み、都海峡を通過して、東、シナ海に向けて進んだ。編成は、両名、霊語 2D 型駆逐艦1隻、霊語 2C 型駆逐艦3隻。 零五四 A 型ミサイルフリーゲート二隻の経営七隻であった。防衛省によると、20日に太平洋上で両姉から戦闘機とみられる航空機が離着陸したことを追跡した護衛艦のレーダーにより確認している。23日には48隻もの艦艇が参加した海軍創設69周年の艦艦式に参加している。二千十八年八月より、 5ヶ月に及ぶ近代化改装が実施。今後20年は収益可能となった。2019年3月に試験公開を終え、賃貸に寄港した。以降は毎月のように訓練公開を行っている。4月には海軍創設70周年の観艦,艦式に参加。6月には改修以来初めて艦隊を組んで、都海峡を通過して、 太平洋に出た後、グアム周辺を経由して、南シナ海に入った。編成は、両名、霊 5-2D 型駆逐艦1隻、零 5-4A 型ミサイルフリーゲート2隻の、計4隻。後に零 5-1C 型駆逐艦1隻に護衛された901型高速、補給艦1隻が合流している。11月には、新たに、関西機パイロットの認証が行われた。 零零二型航空母艦、三島、中国発の国産一隻目となる空母。2017年8月大連航で撮影された、三島2016年1月、中国国防省は、遼寧省大連市の大連船舶重工集団で、国産空母が建造されていることを公式に発表した。零零一型航空母艦、遼寧の改良型で、スキージャンプ式を採用。 排水量7万トン、通常動力装置を採用し、中国国産の艦載機を搭載することも明かされた。10月、中国国防省は、船体の主要部分が完成したことを発表。2017年2月、空母名称が3頭になると、台湾の連合法が報じ、2018年に収益すると予測。4月に浸水し、偽装作業が進められる。 2019年12月17日に海南島の三野で収益した。同日、海軍司令部の置かれた三島省にちなんだ三島と命名される。国産2隻目以降の空母については2019年末時点では作装している。国産2隻目となる空母が上海の江南造船所で2015年3月より建造中である。零零三型と呼ばれる。 この空母は3島のスキージャンプとは異なり、電磁式もしくは蒸気式のカタパルトによる関西機発艦方式を予定しているおり、規模もキティホーク級航空母艦に匹敵するとされる。2019年、アメリカのシンクタンクである戦略国際問題研究所は湖南造船所で建造中の零零三型の衛星写真を発表。 原子炉やカタパルトの搭載の有無は不明ながら、フランス海軍のシャルル・ド・ゴールよりも大きいことが判明した。産経ニュースは、両年省の大連造船所で、新しい空母の建造が始まった可能性があると、米国の火事ニュースサイト大震疑域が伝えたと報じ、中国網も空母ドック内に空母モジュールと応募式物が現れたと報じたが、これは、ウルスクタンカーであった。 中国のポータルサイト佐賀関常は、上海の003型とは別に建造中とされる、国産3隻目の空母を004型、その後継である原子力空母を005型として報じている。なお、産経ニュースは004型、005型ともに原子力空母となる可能性があると報じている。SCMP では、 原子力空母である国産4隻目の建造開始が技術、資金面で保留されている報じている。また、国産3隻目の空母に関しては2021年にも建造開始すると述べており、零零三型の二番艦であり、同様に電磁型パルトを採用するとしている。大型の飛行艦板を備えた強襲揚陸艦が 上海の小東中華造船で2017年3月より建造中である。075型と呼ばれる揚陸艦はアメリカ海軍のワスプ級に匹敵する全長250メートル、排水量4万トンクラス、最大30機の武装ヘリコプターの搭載が予定されており、将来開発予定の垂直離着陸機による軽空母運用も想定されている。 2019年9月25日、一番艦が浸水。二番艦の建造にも着手している。ロシアから設計図を入手したとされる、ウリアノフスク急原子力空母の設計をもとに、6万トン以上の原子力空母を、2020年以降に2隻、建造予定とされる。産経ニュースは、大連で建造開始したとされる国産3隻目の空母が、 原子力空母となる可能性について報じた。これ以前に中国船舶重工は原子力推進のミ耳欧船など4隻の模型を2017年12月上海国際会時点に展示しており同ニュースは中国軍事筋の話としてこれは原子力空母の開発に向けた技術検証であるとしまた研究船による技術検証を待たずにいきなり空母に 核動力を搭載するのはリスクが大きいと話しており、原子力推進の採用が確定したわけではないことを、報じた。また、産経ニュースでは、以前にも004型、005型空母が、原子力空母となる可能性についても報じている。2018年6月、中国は、原子力再氷船の建造プロジェクトを、開始、2020年頃には、 二重原子力発電所を建造することも目指しており、原子力空母に向けた準備の一環とされている。下記の航空機を運用中、または今後の導入が見込まれている。空母に搭載する、関西機として、ライセンス生産したスマイナス2 7 s k を国産化した J-11B をベースに、ウクライナから入手したスマイナス3 3の試作機の 一つ T-10K-3 を参考にして J-15 を開発した。2017年1月、両名の遠洋公開中に J-15 が実際に発着艦を行っていることが諸外国からも確認された。2018年8月には夜間の発着艦訓練が公開。さらに2019年3月にはソ連、ロシアのアップ図に類似した。 空中給油ポッドを使用したプローブドローグ方式によるバディ給油訓練が公開されている。近年では装備をアップグレードした J-15B、複座の J-15S をベースに開発された電子攻撃機 J-17、J-16 の艦載機型であるという説もある。カタパルト対応の J-15T と派生機の開発も進んでいる。 J-31 信用引き工業集団が独自開発した J-31 は機体規模に対して当初から前足にダブルタイヤを採用しており関西機としての採用を狙っているとされている。また、すでに空軍で運用されている生徒引き工業講師の J-20 を小型化して関西化するとの報道もある。早期警戒機としては 国産の早期警戒ヘリコプター Z-18J を運用している。ロシアよりヘリックス D も輸入しているが、こちらは駆逐艦で運用されており、空母では使用していない。早期警戒機は Y-7 ベースにレドームを装備し、エンジンや尾翼を変更した試作機ヤジー -01 を開発しており、これをもとにキロジュール -600 が開発されている。 また、国産の Y-9 の早期警戒型キロジュール -500 を関西化して、国産空母に搭載する可能性が高いとも報じられている。ロシアよりか、か -27PL の輸出型か -28 を購入しているが、空母では運用していない。中国は1990年代初めには、蒸気式カタパルトと電磁式、 カタパルトシステムの開発作業を行っていることを、いくつかの外国メディアが指摘している。オーストラリアの大液空母、メルボルンをスクラップとして購入し、備え付けられていた蒸気カタパルトを回収、研究したとされる。また、ウクライナより二等下に建設中だった、ソ連製の蒸気式カタパルトの技術を習得していると、ロシアは推測している。 さらに、アメリカの大手防衛産業企業である L-3 コミュニケーションズの子会社パワーパラゴンのエンジニアで中国系アメリカ人の地幕により電磁式カタパルトの技術を不正に入手したとされている。2013年8月には、京城の中国海軍艦載機基地の建設中の3番目の滑走路に2条のカタパルトらしき施設が衛星写真で確認されており、 蒸気カタパルトではないかと、カナダ軍事専門誌、緩和ディフェンスレビューは推測している。また、2014年1月には中国が、電磁式カタパルトの試験機テスト設備を、建造していると発表されている。2015年9月上旬には高村基地に、電磁カタパルトと、蒸気カタパルトと推測されるものの設置が開始された。また、同年11月に開催された。 中国国際工業博覧会では中国皇帝院による電磁式カタパルトの模型が公開された。2016年6月20日に捕捉された画像によると、高村基地の試験設備において大きな進展が見られたことを示されている。同年10月17日から撮影された写真には、二つのカタパルトの背後に J-15 があったかつ後に、 中国のフォーラムにおいて、カタパルト射出対応の J-15 が確認された、ことなどから、射出試験が行われたことが示唆されている。空母への実装は2015年から、建造開始した002型空母に3条の、蒸気式カタパルトを装備するとされている。2013年から建造中の001、A 型空母にもアングルドデッキに1条のカタパルトを、 装備するとの情報もあるが、詳細は不明。中国においても、垂直離着陸機への要求は、古くから存在しており、何度か導入が試みられている。1968年に先制攻撃を受けて、飛行場が壊滅する、危険性が高いとの想定から、J-6 をベースに、エンジン廃棄で駆動する4機の TF-1。1 揚力ファンを搭載した4号任務戦闘機を開発。フード試験に試作機を製造に入るが、支援者が失脚して1972年に開発中止となる。1970年代に入ると、イギリスで初の実用ストブル機ホーカーシドレーハリアーが開発されたことを受け、これを100機導入を計画。それをベースにしての国産垂直離着陸機開発が、 検討されたが、導入に必要な費用が、当時の中国人民解放軍の年間予算に匹敵したため頓挫した。1991年のソビエト連邦の崩壊に、乗じて約マイナス38、約マイナス141の実機入手を試みるも、失敗。ただし、2000年代に入ってから約マイナス141の技術を入手したともされる。 2010年代頃から、教習揚陸艦や軽空母での運用を視野に入れた、ステルス V トール戦闘機 J-18 が、開発されているといった噂はあるが、公式に発表された機体は、今のところ存在しない。空母建造に関連する、施設等を記載する。空母手前の艦が、除下住客級空母が、作戦行動を行う際は、 駆逐艦や巡洋艦、潜水艦などで構成される空母艦隊が必要となる。中国もアメリカ海軍の空母打撃軍に対抗し、2030年頃までに空母4隻からなる艦隊を持つ構想があるとされる。空母の建造と並行し、各艦艇も量産されると見られる。米紙ナショナルインタレスとは、中国海軍は2030年に空母4隻、 潜水艦99隻、駆逐艦、護衛艦102隻、フリゲート26隻、揚陸艦73隻、ミサイル艇111隻、合計415隻を保有し、艦艇数では世界一になると予想した。2016年12月24日、東、シナ海を空母両名率いる艦隊が航行し、防衛省はその陣容を下記の通り発表した。 以上の合計8隻。なお、公式発表はされていないが、潜水艦も1から2隻同行したとみられる。901型補給艦中国が2030年までに4隻の空母打撃群を運用する計画があることを、中国軍事筋の話として、産経ニュースが報じた。また、4隻のうち2隻は、原子力空母の実用化を目指すとしている。なお、 中国が保有した初の空母、両寧は、練習艦として位置づけられており、上記の空母4隻構想には含まれていない。2017年9月1日、大型の901型補給艦が収益したと、中国メディアが報じた。一番艦の艦名は、コリンコで、4万トン級の大型総合補給艦であり、航行速度も、約25ノットとされる。 中国はすでに903型補給艦を発隻を保有しているが、同型は2万トン級で、速度も20ノット未満であり、両名の29ノットを下回る速力がネックとなっていた。人民網は同補給艦が空母艦隊の作戦を支えると報じ、軍事コメンテーターの王教師は、主に艦隊クラスのミ洋補給、支援任務を担当すると述べた。 2011年、中国国防省が、遼寧の建造を公式発表した。香港ではそれ以降の各国の反応について記す。2014年1月、アメリカ国防総省は、遼寧視察を中国に要請し、同年4月、チャック・ヘーゲル国防長官が、外国人としては、初となる、遼寧の上官、視察を行った。同行した、米当局者は、 この新戦力の空母について透明性を高めようとしている努力が感じられたと述べた。横須賀を母校とする米空母ロナルド・レーガン2016年2月、横須賀に2隻目の空母を配備する必要性についてアメリカ連邦議会で議論されたことをヤブプレスが報じた。これによると中国の国産空母の量産に合わせ、 国外に母港がある第7艦隊所属の前方展開空母を1隻から2隻に増やすことが議論された。また1個空母打撃群が増える可能性もあり、母港は空母の整備能力などの実績から横須賀が有力視される一方、海軍軍人や軍属、その家族等の増員による許容範囲の観点などから、オーストラリア、フィリピン、グアムなども候補に上がったとされる。 アメリカ海軍の元幹部、カール・シュスター・ハワイ・パシフィック大学教授は、中国が将来4隻の空母による艦隊構築を目指していると予想した上で、中国には空母戦力の基盤となる経験豊富な海軍飛行士や空母上院の部隊がないと指摘。また、それを一から築き上げることは、ほとんどの人員を2年の徴兵に頼る部隊にとっては、難しいとし、 中国の空母が脅威となるのはまだ先のことだ、との見解を示した。ストバー空母、ビクラマーディティアインドは海洋進出を活発化する中国への牽制で海軍力を大幅に増強予定で空母は三隻体制を目指している。2013年、初の国産空母となるビクラントが浸水。しかし、2019年末時点では未だ偽装中であり、 大体予定だったイギリスより購入した老朽艦ビラートは2017年3月に退役した。また、ロシアから状態の良かった爆魚を購入セブマッシュでストバ空母に改装した後、2014年にビクラマーディティアとして収益させた。3隻目は6万5000トン級の国産空母ビシャルを建造予定としている。2015年12月、 アメリカのアシュトン・カーター国防長官は、インドのバリカル国防相と会談し、インドが進める航空母艦やジェットエンジンの開発に関し、技術協力を進める方針を発表、また、安全保障上のパートナーとして、インドが台頭することを歓迎すると述べ、インドの国産空母の設計、建造に協力する考えを示した。2011年、中国の空母建造。 試験高校の公式発表を受け、台湾軍は超音速対艦ミサイル、u f 3型の大量配備を進めていることを、台湾紙、連合法が報じた。同志は、中国の空母などの軍備増強に対抗し、u f 3型と大陸沿海を攻撃できる u、UFOEA 型の大量生産、及びキット級ミサイル駆逐艦への、u f 3型の配備を検討するよう、 バエー政権が支持したことを中国国民党の林香織方が述べたとしている。また林は中国の空母に対して依然として最も有力な武器は潜水艦だとし潜水艦保有の努力を続ける必要があるとした。米火事サイト耐震撃機は林の話として台湾では中国の空母所有に早い段階から対応を進めており米国製 ハープン対艦ミサイルも2015年までに配備する予定であることを報じた。台湾国産の高速コルベット、タコウが2015年3月に収益した。排水量約500トンの小型艦だが、船体はステルス設計で、u f 2型と u f 3型対艦がミサイルを核発揮搭載。高速で接近して機関に攻撃を与えることから、 中国空母を意識した空母キラーの異名を持つとされる。台湾政府は同艦の量産を計画している。国民の空母熱は高く、関東省の南方日報系のニュースサイトが中国は空母を作る必要があるかとアンケートを行ったところ、92%が必要と答えた。中国国営の英字紙グローバルタイムズは 2016年12月に行われた両名艦隊の遠用訓練に合わせ掲載した論説で中国の空母艦隊が米国沖や米国が関心を持つ地域に進出すれば米国が一方的に中国に圧力をかける状況は変化するとし中国は国産空母の建造を急ぐ必要があるとの見方を示したヘリコプター搭載護衛艦 加が2011年8月21日に開催された中国日報社と日本の言論 NPO 共催の第7回北京東京フォーラムにおいて石橋茂元防衛省は空母をうまく運用できている国は世界で米国だけだとした上で空母を有効に運用するには空母一隻に対して三隻の軍艦そして空母を守るためにさらに多くの艦船が必要になる こうした艦隊を組むのは容易なことではない。また、実戦経験の積み重ねも必要と発言した。また、防衛大学校教授の山口昇は、中国の空母発展が日本の安全と利益に脅威を与えるとは思わない。一国家の海軍が空母を持つのは正常なことだ。空母だけで大騒ぎすべきではないと発言している。 2017年12月、北朝鮮の脅威や中国が活動を強める南西諸島周辺の防衛力強化のため、海上自衛隊の出雲型護衛艦にアメリカ海兵隊のステルス艦上戦闘機 F-35B を搭載し、空母化を検討していることが報じられた。ベトナムは中国の空母や南沙諸島の領有権問題に対抗し、 ロシア製のキロ型潜水艦を6隻購入を計画し、2010年にロシアと契約を交わした。当初2013年までにすべて引き渡される予定であったが遅延が生じ、2016年には5隻が収益し、6隻目は2017年に収益した。2011年、ベトナムとインドが連携して中国の空母を牽制する可能性について報じられた。 中国英治市チャイナデイリーは、ベトナムのグエンバンヒエン海軍司令官がインドを訪問し、インド海軍軍艦によるニャチャンへの駐留を要請し、インドも積極的な態度を示したと報じた。しかし、2016年には、ベトナム外務省が第三国に対抗するため誰かと決託する意向は、ないとし、外国政府がベトナム領内に軍事基地を建設することは許さない。 との公式見解を示した。その一方で、ベトナムは、カムラン湾を、世界の船舶、軍艦が寄港できる基地を目指しており、事実2016年には、カムラン湾に、アメリカ海軍、海上自衛隊、中国人民解放軍海軍の軍艦が、寄港している。ありがとうございます。